北村菅屋村は、大韓民国のソウル特別市小6にある、韓国の伝統的家屋である菅屋の密集する地区である。北村菅屋通り、北村菅屋村と呼ばれる一帯は、ソウル特別市中心部の北側に隣接した北岳山南独の傾斜地に形成された住宅地であり、東側を世界遺産である、小徳宮に、西側を京福宮に挟まれたエリアに、 ほぼ該当する。北村は、現在の行政道に当てはめると、小6の河海道、三西道という二つの行政道に該当し、さらに細かく分けると11の方程道から構成されている。これらのうち、エリアのほぼ中央を南北に走る道路である、河海路東側の河海道11番地、道路を挟んだ西側の河海道31番地に、伝統的な家屋が集中している。 地区内には大韓民国登録文化財、大韓民国指定史跡並びにソウル特別市民族文化財、ソウル特別市文化財資料に指定された建造物等が多数存在するが、その多くが所有者個人の住居として現在も使用されており、これら指定物件の建物内部は非公開のものがほとんどである。新旧の建築が混在する北村の景観年の 首前前図。地図中央の上部一帯付近が北村である北村という地名は、関陽の中心であった小路と西京川の北側に位置することから名付けられた。朝鮮王朝が成立した1392年頃から、聖徳宮や慶福宮などに隣接する北村は、権力を持つ家門や王族をはじめ、身分地位の高い両藩の居住地とされてきた。このように北村は、 高位階級の人々が暮らす地区であったが、今日見られる北村の家屋は小規模なものがほとんどで、大規模な看屋は少ない。これは、朝鮮王朝末期から日本統治時代にかけての社会的経済事情や住宅難を解消するために、路地に家を建てたり、地割りを小規模な宅地に分割するなどした結果である。今日見られる狭い路地に軒を連ねて看屋が密集する。 北村の景観は1930年前後に形成されたものと推察されている。韓国が高度経済成長を始めた1970年代になると韓国政府主導による港南開発事業が推進された。これは旧来からのソウル都心部に集中していた人口と機能を分散させるために行われたものでソウル市街地の南を流れる観光以南の 江南地区の大規模な区画整理事業によって新しい区画地区が造成され、北村を含む江北地区にある複数の機関が移転された。北村地区からは、景気高等学校、気分高等学校、聖徳女子高等学校など、いわゆる伝統校が江南地区に移転され、それらの学校跡地には、聖徳図書館、憲法裁判所、ヒュンダイ建設本社社屋などが建設された。 これらが好位点に伴う北村地区の再開発により、観億保存の必要性が生じ、1976年に民族景観地域の指定に関する議論が行政内で始まり、1983年には第四守備観地区の指定が行われ、北村地区における観億保存政策が施行された。しかし、この当時の観億保存政策は、 住民との議論がないまま行政主導で行われたものであり、監獄であるとはいえ、一般市民が居住し生活する家屋の改築や改装を通常の文化財同様に厳しく規制したものであった。さらに地区内の道路であるブッチョンキルの拡張工事において、住民に対しては厳しく規制していたはずの監獄の撤去がされるなど、住民側からすれば、 ダブルスタンダード的な行政運営が行われたに、等しく、北村地区住民からの不満が紛失した。住民から出された建築基準の規制緩和に対する要求により、1991年5月、ソウルこれを境に多生体住宅などの新築が本格化した。1994年には、北村地区の西側にあたる、京福宮周辺の建物の制限が、 さらに緩和され、高さ10メートルから16メートル、最大5階建てとされたことから、多世帯住宅の建設が拡散し始め、北村地区全域で多くの観屋が撤去取り壊され、急速に景観が変化していった。この急激な観屋の消失に危機感を持った住民たちは、住民主体による組織、社団法人小路北村町づくりの会を発足させた。 1999年には、同社団法人の呼びかけにより、住民、専門家、行政とともに、ソウル市政開発研究院において、新しい北村町づくり政策を樹立させた。これは80年代に行われた、行政主導によるものとは、対照的に、あくまでも、住民主導によるもので、既存の一方的な規制ではなく、住民の自発的な意思に基づく、 はの区登録性を主体にしたものであった。実生活との兼ね合いを考慮しつつも、韓屋固有の伝統、美観が維持される、よう地域住民全体で、韓屋の修繕、支援、管理を行うことを目的として、2001年より本格的な活動を行っている。また、住民の積極的な参加活動により、地区の環境を改善し、 伝統と近代性が混在した魅力的な街づくりが行われ、ソウル市により33棟の館屋が購入され、これらを主に伝統的な職人に貸し出すなどの活動が行われている。こうした活動はソウルを訪れる外国人観光客にも徐々に知られるようになり、2011年にはフランスの旅行ハイドブックであるミシュランガイドグリーンミシュランコリアにおいて、 評価対象となった、韓国内110カ所の観光地中、北村観奥村は最高ランクの三つ星観光地である23カ所のうちの一つに選出されている。伝統工房として公開されている建物細い路地が巡らされている、河海道31番地付近サイドを白松、北村観奥村エリア一帯には各種文化財、民族資料に指定されたものをはじめ、博物館及び文化院、 また装飾用、組紐、刺繍、漆などの伝統工房、看屋を利用したゲストハウスなどが立ち並んでいる。ここでは主な文化財と博物館について記述する。北村文化センター、ありがとうございます。